画面の前の皆様こんにちは。私がお兄ちゃんです。あなたのお兄ちゃんベルクラでございます。いや皆さんお兄ちゃんいると思うんだけどね、いや皆さん全員はいないか、いる人は限られるね、いない人もいます。私は一人っ子なんです、基本的に。でもね昔ね、腹違いの兄にね一回だけ会ったことあります。中学ぐらいの時だったかな。おばあちゃんが今日、お客さんが来るからみたいなことを言ってて、で来たんです。で年配の方とね50ぐらいのおじさんと、いや40ぐらいかな、高校生ぐらいのお兄ちゃんみたいなのがねやってきて、学生服で、で今でね2人でこう座っておばあちゃんとおじいちゃんと話したんです。で私はね、おじいちゃんとおばあちゃん子だからね、両親がいないから誰なのかなと思ってね、でいろいろ話してのをね聞いてたんですね。で後でばあちゃんがやってきて、あ今回お兄ちゃんです、であれ誰なのみたいな、私が聞いたら、あなたのお兄ちゃんよって、みたいなね変な声上がったけどね、あの時、いや腹違いのねみたいな、え、なんで来てるのっていうかさ、そういう感じになったんですよ。したらなんかお母さん探してる、見える、あ気づかれたな、絶対気づかれないと思ったの、勘のいい子は嫌いだよ、勘のいい子嫌いだよ、絶対いるやろ、絶対いるやろ、あれも最初からお腹が痛いハンバーグやん、悪いハンバーグ食ったんやろうね、悪いハンバーグ食っちゃってもうお腹痛い間になってるね俺ね、レベル3まで上げさせていただけよ。あでも一人じゃねレベル3までいかないんですよ、言ってもこの辺、あいけそうだな、これいやここら辺で止めとこう、あとは運動会の始まりや一発当てればいいからねこの人には。おいい判断、うんいいんじゃない、はいはいいいんじゃない、うんいいんじゃない、はいいいんじゃないいい滑り込みだったけどな、ハンバーグジャイアンの気になってた、さあこちらへ、こうゆっくり吊るしてあげる、おい、はい気持ちいい気持ちいい、はい行きなさいそうでね、であれお兄ちゃんだよって、腹違いのお兄ちゃんなんだよって言われて、見たんだって、でもう好かれた、やるね、さらにいじろうとすんのこれあれこれお腹痛くなってないハンバーグセイロガンでも飲んだんでしょうか、はいどうぞ、でまあお母さんを探しに来たんだと、でお母さんがね、まあ、ここにいるんじゃないかと思って来たんだけども、まあうちも、母親がもう蒸発した後だったから、それをなんかこう手がかりをね、掴みにやってきたんだとお感じだったらしいです、おえーとか思って、当たるぞ、まあでもあんたは腹違いの姉もいるからねって言われて、腹違いの姉って言ったよね、その人には会ったことがないです。なのでもしかしたらそこのあなたが私の腹違いの姉かもしれませんよ、まあ、一時期妹ができるっていう話もあったけどその話は今度にしようそう、そんなことあったんですよ。いや似てなくはなかったね、お腹痛っ、あれじゃ溜めれないわ、あの人もうお腹痛すぎて溜めれないんだよこれ、もう漏れるぞ走ってたら、出てたら出ちゃうよ、ほんと大丈夫、そんな走り回って前傾姿勢で、なんかちゃんと後ろ見ながら、ほらお腹が痛いからそっちに集中力が削がれてるみたいだね。いきます。
吊るしてあげましょう。あらよっ、おい漏れたね今ので。さっきのでチビッと出たでしょ間違いなくな。なので私にもお兄ちゃんがいたことがあったと、いたことがあったっていうのはおかしいな、うん、春違いがいたということですね、うん、皆さんにももしかしたらいるかもしれませんよ。お兄ちゃんがいないと思ってたらいたかもしれません。もしかしたらな、うん、この辺絶対いると思ったんだけど。言ってる、女が言ってるぞ。ボブカット、ボブカットと見せかけてこっち。おやるね、勘がいいね、勘がいいボブカットだね。ためつつためつつボディコントロールしていく。いいぜ。さあ妹よ、我が妹、妹、腹違いの妹かなこれ、妹ができそうになったっていうのも腹違いの妹のことなんですけどね。大変でしたあの時、電話かかってきたもん、ね、腹違いの妹かな。いや腹違いの妹になる予定の妹からさ、いや女の子からさ、いるんじゃないか、お兄ちゃんになるかも。いやなんかね、漫画的な、あ、ちょ、いる。ドラマ的な、腹痛い、展開ならまだし、いや、そんな生優しいもんじゃなかったね。うん。ここで話していい話題じゃない気もするな。っていうぐらい、ちょっとなんかドロッとした感じのやつだったから。今度にしよう漏れたな、あれは。いろんな意味で漏れたな。ハンバーグ、ここも進んでるじゃないか、こんなのこんなのいうことだ。いや前回とかね、前々回とかもホラー映画の話をいろいろやってたんだけどね。あ、ホラー漫画の話もちょいちょいぶっ込んでいってるわけです。おお、ギリギリまで溜める、ギリギリまで。じゃあはいはいはい、いやいや、もうここボーンやった方がいいの、あれはやめとこう、めんどくさいから、あそこで立ち回んの。きたー、ポニテルコじゃないな、あいつノブコやポニテルコのふりしたノブコや。なるべくね、今ねあっち側に回ったのは板があるからめんどくさくなるんで、こうこっち側におびき寄せたんですよわざと。なので遠回りしたんですよ今。あそこでぐるぐるされるのが本当に時間稼がれるんだよね。めんどくさいことになるの。近、近、近い近い。むしろここに運んじゃおう。オッケーオッケー。近いぞ。絶対この辺いるぞ。絶対いるから。私の腹違いの妹が。絶対いるやろ。いないか。あ、うわ入ってるかと思ったけど違ったみたい。やたらあの信子手挙げてるな。元気がいい、もうなんかもう釣りたてほやほやの魚みたいになってる。ピッチピチピッチピチ、まあ、魚みたいなもんですからね私からしたら。ちなみに私お刺身大好きです。待てい、いい気持ちいい。どこ行くんだ、くるっとしてるよ。ここで時間稼ぎだな。 OK 乗ってやろうじゃねえか。こっから抜けれたか。あー見える見えるうんこ座りしたやろそこで。今うんこ飛び出るぞ。全く今のでちょっとも、いや女の子にそんなこと言っちゃいけない、女の子にそんなこと言っちゃいけないという急に紳士な心が出てきた。ダメ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 、あかんよ。ほいで漫画でね、不安の種という漫画があるんですよ。もうもうやってんの、あのがブローカット集中するね。ここにギリギリまで覗いてから
覗いて覗いてから壊しましょう。これラストだからね。不安の種っていうね、まあ言ったら、あ、もう行った。はい、まず一人目、こっからよ。ちょっと待って、もうちょっと不安の種の紹介してる場合じゃないけど、本当に鳥肌がゾワゾワ立つような、ホラー漫画なんですよ。話が1から10まで、あ、ここに以上じゃん。起承転結があるものじゃなくて、不安な部分をこう抽出したような漫画なんですね。ああ、いる。まだ開けてないのか、あれは。左のとこ。これ引っ張る気だね。あ、死んだぞ、一人。あれ、これラストじゃないの、この元気なハンバーグが。じゃあこれ溜め切りますか。あいよっと。あとはゲートに連れて行かせないよ、あんた。あとはこの子を救いたいんやろ、君は。うい、楽しもうじゃねえか、このランデルをな。はい、ほれ。危なかった、危なかった。レベル3マイケル相手にね、このね、この岩挟み板はね、かなりしんどいチェイスになりますからね。危ない危ない。なんか漫画の話しそびれたわ。ほい、元気出してこうっていう、なんかね、鳥肌もののねやつがあるんですよ。まあ鳥肌なんだっけな、テレビドラマでさ、そういうやつあるじゃないですか、鳥肌みたいな。うん、耳袋あるでしょ。ああいう感じの漫画だと思ってくれればいいです。短編っていう感じ。なんか窓の外を覗いてたら、なんか向かいの窓になんかペタ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 這う何かがいるみたいなのを見えてしまって、あ、なんか変なもの見ちゃったかもみたいなので、あのドキドキみたいになってたら、こっちのマンションに移ってきたみたいな、そういったね、なんかちょっと日常にある不安を漫画にしたようなやつです。まあ機会あったら見てみてください。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。